さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は東住吉事件でございます。この事件は無期懲役から冤罪を勝ち取った事件となっております。けれどもその事件の内容から依然として賛否両論分かれる事件となっております。本日はこの事件を皆様にご説明したいと思います。この事件を皆様にご説明する前に、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。では行きましょうか。それではこの事件について皆様にご説明したいと思います。まず最初に A さん一家をご紹介させていただきたいなと思います。今回冤罪となっておりますので、ちょっと実名に関しては伏せさせていただきますが、その辺に関してはご了承のほどお願いいたします。ではまず最初に A さんの紹介からさせていただきたいなと思います。事件当時31歳でございました。で、高校時代の同級生と結婚し2人の子供を設けるんですね。で、結婚当初は非常に幸せだったんですが、徐々にその旦那さんが働かなくなっていき、かつパチンコにはまり多額の借金を背負うこととなっていくんです。そしてその旦那さんと離婚をいたします。けれども女手一つで子供2人を育て上げないといけないということから、スナックで勤務をいたします。そこで後に内縁の夫と出会うんですね。で、事件当時はチラシ配りや配達の仕事を行っておりました。では内縁の夫、事件当時29歳でございました。高校卒業後に電気関連の会社に勤務をいたします。そして1990年に A さんと出会うんですね。そしてそれをきっかけに独立し、事業を軌道に乗せるんです。そうなってくると内縁の夫のお金だけで賄うことができるということで、 A さんはスナックを辞め、そしてチラシ配りであったり配達などの軽作業に変わっていくこととなります。ではなぜ2人が結婚しなかったのか、籍を入れなかったのか、そこに関しては内縁の夫は国籍がどうも韓国だったそうなんですよね。それが理由で学生の時にいじめにあっていたそうなんですよ。なので子供に同じ思いをさせたくないということで籍を入れなかったそうでございます。そしてお子さんは長女当時11歳、そして長男当時8歳、4人で生活を行っておりました。そしていよいよ事件が起きるんですが、1995年7月22日夕方、家族4人でいた時、長女がお風呂に入っていたんですね。ちょうどその時ガレージにしていた土間から出火するんです。そしてなんとか家族3人脱出を図るんですが、長女はその場に残ったまんまで帰らぬ人となってしまいます。そしてその後なんと A さんと内縁の夫が逮捕されるんです。この2人には200万円の借金があり、そして長女に1500万円の学資保険を入れており、その学資保険の請求を行っていたことが決め手となりました。警察の描いた犯行手口としては、自動車の燃料タンクから手動ポンプでガソリンを吸入し、そして駐車場の床に散布、ライターで火をつけたというふうに見ておりました。ただ現場から手動ポンプ、そしてライターは発見されておりませんでした。そして取り調べが始まるんですが、当初2人とも無罪を主張していたんですが、途中から2人とも自白し、やりましたというふうになっていくんですね。この時
なんと内縁の夫と長女の間に男女の関係があったということが明らかにされていくんです。裁判ではまず地方裁判所で証拠調べ要求を棄却し、無期懲役が言い渡されます。高等裁判所では控訴を棄却で、最高裁では一人差し戻しを提案しようとした人がいるんですが、最終的には上告を棄却し、無期懲役が確定いたします。ではここでナビゲーターの私こよりでございます。世論としては当時200万円の借金、そして事件後約4500万円相当のマンションの購入計画で、このお金はどうも学資保険の1500万円から出そうとしていたというふうに報じられておりました。さらには内縁の夫と長女の男女の関係、これらのことがあり、世論は有罪一色に染まっておりました。私も事実だけを見ていくと、ちょっとこれは危ういんじゃないか、有罪なんじゃないかというふうに思っておりましたが、とある学術論文みたいなものを読んでちょっと見解が変わっていったんですね。では私が調べたことを皆様に説明していきたいなと思います。ではまず最初にこの1500万円の学資保険から皆様にご説明したいと思います。で、今現在としては保険料で考えますと月額12万円必要となっております。普通に考えたら12万円も月額払うのであれば、しかもね、18歳とかまで払い続けないといけないわけですよ。そういうのを考えていくと、普通だったら投資型の保険にした方が率もいいんでそっちにしますよねっていうふうに今だったら考えますけど、学資保険の金利の低下はマイナス金利と景気に起因するところがありますんで、今と昔では全くの別物として考えていかなくてはいけないんです。まず前提として皆様にご理解いただきたいのは、事件発生数年前だった場合、銀行金利は10年で元本が2倍になる、そういうような時代だったんですね。それを踏まえた上で聞いていただきたいなと思います。実はもともと郵便局の学資保険に入っていたんですよね。それに目をつけた第一生命の営業マンがやってきて、うちだったら入院保証とか死亡特約もついている、だからぜひともうちに入ってもらえませんかというふうに言われて、言われるがままに入ったそうなんですよね。で、その A さんはこういうふうにも述べていたんですが、高校入学時30万円の祝い金で制服などを買うこともできるんじゃないかっていうふうに考えていたそうなんですよ。ここで私の中で、ん？ちょっと待てよというふうに思ったんですね。学資保険でそのまんまずっと行った場合、1500万円もらえるような契約だったら、高校入学時の30万円というのはあまりにも少ないというふうに私は考えたんですよ。もしかしたら学資保険というよりも生命保険要素の強い保険だったんじゃないのかなっていうふうに考えました。これらのことから学資保険はもともと入っており、特約が充実した方へ乗り換えただけでしかないというふうに言えるのではないかと思います。では200万円の借金に関して皆様にご説明したいと思います。この借金というのは実はマンションの頭金だったんですよね。で、実際に必要だった金額としては170万円だったんです。でも時代的な背景としてはバブル崩壊直後だったこともあり、営業の人はなかなかマンションが売れなかったんで、値下げというのは当たり前に行われていたことから相談に乗るというふうに言ってくれていたそうなんですよ。実はこの一家4人はもともと賃貸マンションに住んでいたんですが、1995年1月の
阪神淡路大震災によりマンションの水道が破損して水が出なくなってしまったんですよ。でもなかなかねこうそれを直してもらうことができず、やむなく A さんの父が所有する家に一時的に住まざるを得なくなっていたんですよ。でこの時ね子どもの小学校と学区が離れていたので車で送り迎えもしていたそうなんですよ。でちょっと補足情報になるんですが、長女は習字そしてそろばん、なんと家庭教師もつけていたそうなんですよ。なので教育熱心だった部分もありました。それらのこともあり、もともとマンションを購入する予定だったそうなんですよ。これらの流れからいきますと、マンションを購入するために学資保険に入ったわけではなく、学資保険にはもともと入っていた。そして震災の影響からいよいよマンションをしっかりと購入しなきゃいけないよねというような段階に入ってきていたわけでございます。その後再審請求に向けて動くこととなっていくんですが、検察が提示した方法では実際よりも燃えすぎてしまうそうなんですよね。そして科捜研の実験では車を燃料タンクから漏洩し、それが気化し隣接する風呂釜の種火に燃え移った可能性が高いというふうに判断されました。その後再審請求に向けて動くこととなっていくんですが、検察が提示した方法では実際よりも燃えすぎてしまうそうなんですよね。そして科捜研の実験では車を燃料タンクから漏洩し、それが気化し隣接する風呂釜の種火に燃え移った可能性が高いというふうに判断されました。事件当時ちょうどその時お風呂に入っていた長女が巻き込まれてしまったわけでございます。はい、ではねエピローグに移っていきたいなと思います。結局この事件は最終的に冤罪ということが確定し無罪判決となりました。でこの事件が未だにやっぱりねその検察警察側がいけないんじゃないかとかいろんな論争を生んでいるんですが、これはね一つにマスコミがいけない部分もあるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。まず学資保険のこと、そして借金っていうよりもむしろ頭金で170万円請求されてますよ、それが必要だったんですよっていうことに対して、なぜそれを借金というふうにあたかもその黒いものに包まれているような報道をするんだというように切り抜いて報道するから、そのガチャガチャになってくわけじゃないですか。なので時系列でいろんなことを並べていくと意外と、あ、そういうことだったのねというふうに理解することができると思うんですよね。そしてもう一ついろんな論争を巻き起こしている原因の一つとして、まあその男女の関係というようなとこなんですよね。これって実はね近年も結構起きているんですよ。こう養子として引き取ったまた連れ子に対してとか、なのでその実際これが冤罪だったのかどうなのかっていうのは判決では分かりますが、実際どうだったかに関しては正直分からない部分もあります。ただこういうふうに時系列を追って考えていくと相当ずさんだったな、その警察側検察側も一つのフィルターというものを通していろんな物事を見すぎたがゆえにこうガチャガチャになってしまったんだなっていうふうに思うんですけど、まず一つ言えるのはそのちょっと論点がだいぶずれてしまうと思うんですが、女性は再婚するにしても何にするにしても本当に男を吟味しなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。ましてや連れ子っていうふうになってきたら
より状況というのは変わってくると思うんですよね。連れ子がゆえにいろんな事件っていうのはやっぱり起きているんですよ。でもそう連れ子をものすごく大切にするっていう人もやっぱ世の中にはいるんですよね。なのでその辺をしっかりと見極めるっていうことがやっぱ大切なんじゃないのかなっていうふうに私は個人的には思いました。まあ結局ね、いろんなことがやっぱ切り抜かれていたり、ちょっと衝撃的なこともあって、未だにやっぱ賛否両論という部分はありますが、ただねやっぱりその残されたその長男とかね、いろいろおりますんで、そのまあやっぱ正しく伝えなきゃいけない部分っていうのはやっぱあると思うんですよ。未だにその何て言うんだろうね、これってどうだったのっていう質問に対して、いやいやそれはねっていうので、やっぱ賛否両論あるんですよ。だからやっぱしっかりと伝えていきたいなというふうに思いました。でこれはたまたまリクエスト企画があったんで作ったんですけど、そこからやっぱいろいろ踏み込んで考えていくと、いろんなことが学べたなというふうに思いました。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。